隊長は拉致されたのではない。自ら行方をくらましたのです。福岡から脱出するために。どうしてそんなことを。自らの命が狙われている以上、他に策がなかったのでしょう。私との面会直後、行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思う。その隙に堂島会長は福岡を抜け出したんです。じゃあ大吾は東京に。いえ、東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってました。そのためにしばらくの間姿を消すと。確かめなければならないこと。裏切り者のことか。あの日の様子からして、青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということは、つまり真の裏切り者は別にいると。あ、大丈夫ですか。ああ、うん、キリュウさん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を東上会に流していたのは他でもない私です。あんたが。堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が。堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにと、わざわざ福岡まで私を訪ね、頭を下げたのです。そんなことが。関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる。これがどれほどのことか、あなたならわかるはずだ。以来、私は堂島会長と通じ、真弓から得た情報を会長に報告していたのです。真弓とあんたの関係は？親子です。真弓は私の実の娘です。あんたの娘。桐生さんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから私は実の娘である真弓にあなたを守るという役を託したのです。だがもし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら、自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ。あなたに惚れてしまうからです。私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。キリュウさん、これを。これは山笠組の解散宣言です。これをあなたの手で警察に出していただけませんか。なぜ解散を。
育ちすぎた子供たちを、これ以上小さな城で養うには無理がある。山笠組は本来小さな家です。だが私は子供たちを受け入れすぎた。東条会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは可愛い子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん、解散すればもう我々は極道じゃない。島を明け渡せば東条会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです。身を引く覚悟があんなら直接あんたの口から子分に説明してやるのが義理なんじゃないのか。九州の男ってのは頭に血が昇ったら最後、この状況で東条会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃない。ならいっそ法の力で収めてもらうのが一番の策。解散すれば組は実質警察の管理下になる。東条会や近江も迂闊に手出しはできません。でもどうして俺が。本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだ。だが今はこの体、東条会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、あの八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。まあ不幸中の幸いとでも言うんですかな。こうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった。勝手なお願いをしているということは分かっています。ですがこの老いぼれの願い、どうか叶えてやってもらえませんでしょうか。キリュウさん、私があなたを騙していたことは一生かけても償います。ですからどうかどうか父の頼み引き受けてもらえませんか。真由美、俺はお前が思っているほどできた人間じゃない。え？俺もお前の親父もあの青山ってのも根っこは同じ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも皆同じってわけじゃない。俺はできた人間じゃないが、男の頼みを聞けないほど腐っちゃいない。あ、キリュウさん、これは俺が預からせてもらう。え、ですが。腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない。本気で俺に任せると言うなら何も聞かずに預けてくれ。キリュウさん、結局俺は一人じゃなかった。一人になることなんかできなかった。理由はどうあれ、弱り切っていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと感謝している。絶対に青山の好きにはさせない。それだけは約束する。それじゃ。すまんかったわい、真由美。
今すぐあの男ば追いかけてもよかとばい。お前が狙撃したかとやったら私は全てを受け入れるつもりやけん。真由美、それ以上言わないで。どうにかなっちゃいそうだから、お願い、お父さん。